京都検定の講師をしております山村純也です。それでは今回は伝統芸能のジャンルについての過去問に挑戦していただきます。それではどうぞ。答えは絵の今熊野神社です。いかがでしたでしょうか。さあ、この能というねジャンルですけれども、観阿弥そして世阿弥、この世阿弥が何て言ってもね有名ですし、京都検定でもね本当によく出てくるんです。まあ、例えば世阿弥の書物は何ですかとかね。でこの今回のこの問題もね非常に出しやすい問題なんですよ。世阿弥がどこで世の中に出てきたか、これは今熊野神社で足利義満という当時の権力者、まあ、権力者と言いましてもね、義満はまだその時17歳なので、これから権力者になっていくその過程ですね。で世阿弥は10歳です。本来は義満は世阿弥じゃなくてお父さんの観阿弥のその演能を見に来てたんですね。しかしその観阿弥の子供であった世阿弥の可愛らしさに心奪われまして、そこからも一気に世阿弥のファンになって、そしてバックアップをするようになったんですね。だからもちろん世阿弥というのは当初から優れたおそらく演能者であったんですけれども、まずはその義満にものすごく気に入られたというところから始まります。で選択肢を見てみると、あの花の御所とか伊の北山殿、これらはどちらも義満に関わるもの、義満が作った花の御所で現在もその跡地がありますけれども、ここでおそらく世阿弥は何度も、ね、演じたでしょうし、そして、北山殿というのは現在の金閣寺ですね、義満が作った別荘、ここでも大々的な能を開催してますので、まあ、世阿弥にとってみたら自分の、まあ、華やかなスポットが当たった舞台、そういったところが選択肢に入ってきてます。で、宇の下鴨神社なんですけれども、これも舞台としては、まあ、一つね、あります。これは世阿弥の時代というよりももう一世代後なんですね。世阿弥の甥にあたる、恩阿弥というこういう、まあ、これも観世座 の, あのトップなんですけども、この恩阿弥の時代に足利義政そして日野富子らを招いて忠須勧進能と言いまして、忠須の森、下鴨神社のその忠須の森で大々的な興行を行った、その場所として下鴨神社が出てきますし、ちょうどまだ記憶に新しいと思いますけども、平成27年ちょうどあの34回の式年遷宮というのをね、上鴨神社下鴨神社で来ましたけども、これを記念しまして、その復興としてね、まあ復活でこういったね、能が演じられたというニュースが、非常に嬉しいニュースが、ね、ありましたけれども、この時も、舞台になりましたので、まあ、これは結構ね、出来上がった方いらっしゃるかもしれません。で絵の今熊野神社なんですけども、これは場所がちょうど今現在の東山七条から少しこう南に行ったところ、大きなクスノキが目印なんですけれども、今熊野というだけありまして、これは紀州熊野、これを京都に勧請してきたわけですね。熊野三山と言いますけれども、この今熊野神社以外に熊野神社、そして熊野若王子神社というのがありまして、ちゃんと京都にもこの三熊野があるんです。これをもたらしたのが後白河天皇という人なんですね。この人は本当に熊野信仰に熱心だった人で、京都から熊野に行こうと思うと、片道で約1ヶ月かかるんですよ。で、往復するから2ヶ月。結構なね、これは旅になります。それを生涯34回もされたということなんで、いかに好きだったかということですね。それぐらい好きだから、京都にその熊野をもたらしたい、持ってきたい。ということで、自分の御所でありました、宝十字殿という、後白河上皇の時のまあ、その建物、お住まいのところにこの今熊野神社を持ってきたということなんです。そこで足利義満と世阿弥が出会った。今現在もちゃんと石碑が神社の中に残っています。
なぜここなのかっていうことなんですが、これ足利義満もあまり知られてませんけど、結構熱心な熊野信仰の持ち主で、まあ、こちらに訪れたというふうにもね言われています。ですからこの二幕の神社はそういった場所としてね、検定ではよく出てきますので、しっかりと押さえておいてください。それではまたお会いしましょう。山村がお届けしました。